全員揃ってこその部活だからな。圭一くんはどっちなのかな。本当は信じたくなかった。レナさん、許してくださいませ。怖くてもただの夢なのですよ、ニパー。私が頑張らないとまた家が壊されちゃう。ちゃんと最後までやり遂げるから。私どうすればいいの、どうすればよかったの。またすぐに会えますわ、リカ。お前一人でやる必要はないだろう。嘘だ。何が何でも守りたいんだ。人は希望を失っては生きていない。だから私は絶望しない。今はリカと一緒に暮らせるだけで幸せですわ。私もう死にたくない。そなたらは実に干渉に値する。さとこ、ありがとう。日暮らしの泣く頃に卒7月放送開始。